何作るんだっけあ、そうだ、おにぎりを作りたいなと。最近日本ではおにぎり屋さんが増えてるんですよ。この間行ってみたらめちゃくちゃ美味しくて、おにぎりってこんなに美味しくできるんだと思って、だからなんか少しでも美味しくできるなんかコツとかいろいろ学べたらなと思って、はい、お願いします。ちょっと一回濡らしてひとつまみ塩を、はい、で半分ぐらいですよね。で鮭をもうのせちゃう、はい、でご飯もまたさらにのせる、同じぐらいの量をのせればいいですよね、はい。で形にしていくんですよね。ちょっと待って。優しく。あ、優しく。はい、ちょっともうすでに強いかも。優しく。これ綺麗に三角にするにはどうしたらいいんですかね。こういう感じで回転してこう回したら。そうそう。ああ。本当だまあやっぱりサイズ的にはこっちの方が合いそうですよね。こういう感じか、はい。じゃあ1個目完成、鮭。こんな感じかな。こんな感じで混ぜよう。あ、広げとくのね。確かに。大きいかな。で、これをちょっとね、さっきうまくいかなかったから優しくね。あ、でも三角にはなってきたよね。うん、よし。ちょっと切るかもな。こうやっちゃおうかな。ね。今回はこれで。はい、ツナマヨ。よし。あ。ちょっと待って。味玉、はい、これはなんかちょっと違うんですよね、はい、先生。おすすめの方法あります。はい。それを少しだけ入れて。おお。もうちょっとかな。これを混ぜるんですよね。これは絶対美味しいやつですよね。これは美味しいし、こ子供も喜びそうだ。はい、じゃあこれ半分ぐらい取るってことですよね。丸ごと1個使っちゃっていいですか。はい、包み込む。ほう、よいしょ、優しく。よく言うじゃないですか、愛情を込めるほど美味しくなるって、ね、自分の手が触れるからそれが伝わるって言いますよね。うん、なんかちょうど良さそうだ。よいしょ。うわー、中出てくる。うわ、これ止まりが悪いですね。あ、のり表裏ありましたっけ。オーバーしてることを内側にしてください。あ。ゴワゴワが外側になっちゃいました。そして卵出てきちゃいましたこれ完全にどうしよう。あ、つなぎがない。ちょっと待ってください。せめて、あちょっとこれつゆがつけ汁が入ってるので、うん、少し握りにくかったのかもしれない。あー、でもそれありました、ね、さっきより全然具が大きいじゃないですか。うん、確かに。で、握る前にちょっとこれを半分に。水少なめで塩もちょっとで。でちょっとギュッとですよね、最初の2つよりは。リズムよく、リズムよく。あ、わかった、うん、わかった、できました。ほら、うん、綺麗じゃないですか。そうすると均等な三角になるんですよ。わかっちゃった、ほらで、大きいのでいいって感じでしたよね。こう、こっちがゴワゴワじゃない、こっちがゴワゴワ、つやつやが表。はい。あ、やったー。これちょっと美味しそうじゃないですか。ここに乗せたくねえなーまあでも比較するって意味でも。よいしょ。